禁断の大人のおもちゃブートモード3がアップデートされました。バージョン 0.20.020 では A91 スープラへの対応と、このような専用のデバイスを使わずにスマホからダイレクトにフラッシュができるようになりました。マップでの変更点はブーストア制御の完全な作り直しとギアチェンジ時のスロットルの絞り量を変更したそうです。っていうことはブースト制御の完全な変更っていうことは、ステージ1でも禁断の500馬力に行っちゃうんでしょうかね。まあ知らんけど。こんにちは、ノンエルです。2台乗ってます。さっきね、もう1台やったんですよね、白いの2台で。何してるかというと、別にバッテリーが上がったわけじゃないです。ペンスケさんのね、車をブートモード3でブーストアップをされるそうなので撮影に来ました。壮観ですね。ね、このリアリアですね。ちょっとどこ走りましょうね。そうですよね。でも一回サーキット一緒に行きましょうよ。あ、そうですね、はいはい、行きましょう。サーキットぜひ教えてください。サーキット走行にはこうなってるのに、これね、音がいいそうです。これどういうことですか？そういうことですよね。はい、そういうことですね。はい、じゃあちょっとエンジンかけます、僕の車。はい、よいしょ。バッテリーが、万一バッテリーが止まっちゃうとややなっちゃうから。よいしょ。準備万端です。お、そうですね、あの、はい、を通さずに、はい、配線を挿したままこれをつけることによってスルーすることができる。ということはサブコンがついてたっていうことですよね。今電気がついてますよね、はい、これをサブコンにかませる。なるほど。なんかすごい、ダブルでブーストアップできないですか、サブコンつけながら。それやったら多分2の1番に腰になりますよね。ああ、なるほど。へえ。あ、そこについてたんですね。はい、モードは、3回押してセーブモード。はい。3、はい。この状態で。あ、まだ買ってなかったですよね、確か。ああ、そうですね。どのマップを買うかで。マップを選択をして、どれにされます？一番どうの、エタノールのやつとか、いかがですか？やばいですね、それ。エタノール、あれ500馬力超えますもんね。超えますけど、それだったら一回あのサブコン投資みたいなあれやるぐらいだった、はい、なんで93オクタン。はい、93、ステージ1の93オクタンですね。これでいいですね。はい、私と一緒のやつです。はい、はい、バージョンアップしてますもんね。そうですね、 2.0 になってますもんね。はい、でもソフトがバージョンアップしてても、まあ、そのあれですかね、アクティベートのソフトの方がバージョンアップしないと、はい、がどうかは分からないですね。そうですね、前回はこれで詰まったので、はい、で、イエスですね、待てと。成功ですね。はい、で今ログインしました。はい、はい、来ました。でこれですよね。で、あのマイなんとかっていうのを、はい、マイマックスに、そうです、これですね。あ、出てますね。はい、はい、でこれをやっていただいて、はい、設定をコンフィグで、はい、あのマフラーの設定とかを、はいはいはい、ご自分の好きなように。ちょっとこれはあれなんで、はい、あの4N3 のやつと真似て、エキゾーストバルブタイプ、はい、あ、ありました、ありました、フラッシュです。で、フラッシュ、フラッシュを押せば、はい、一回聞いてきますけど、本当にいいかっていうのは。あ、はい、はい、ノエルさんが僕に聞くんじゃなくて、こいつが聞く、はい、そう、聞いてます、聞いてます。2つあるんですよ。はい、で、フラッシュヒアというフラッシュ、あの今やるか、うん、一旦データをダウンロードするかって聞いてくるんですけど、うんうんうん、まあ、今やってもいいと思いますけど、はい、これダウンロードにすると、うんうん、一旦
Wi-Fi が繋がってないところでできるようになります。ああ、なるほどね。はい、じゃあもう行っちゃいましょう。これで押すと、はい、でフラッシュするか、はい、これ、ね、これ聞いてきますよね。まず電気、はい、電気消せとか、はいはい、電気ついてますので消した方がいいと思います。オフ。でエアコンも消した。はい。でシートベルトしてください。一回。シートベルトを。はい。しないとあの、はい、あれ電源がスリープに入ってしまうと、あなるほど、僕が乗ってるからってことですね。はい。あとは。で一回閉めます。開けたままでもこう開け閉めは やっちゃいけないって出てくるんですけ ど、ね、開けたままならいいですね。はいはい。じゃあこのままでいいです。はい。あと注意事項は。大丈夫だと思いますね。今見ましたね。じゃあ見ましょうか。バッテリーはいいかって、まあ、繋いでますもんね。はい。はい、でターンでヘッドライトは切りました。はい。でシートベルトはしました。あ、はい。でドアをオープン しないでください。はい。はいはい、あと他の電気製品はいいですかって言ってください。消しますか。消せないですね。あ、じゃあ閉めます一回。ガラスだけ開けます。いいですね。トランクします。はい。電気入れた。はい。じゃあこれで覚悟が決まったら押してください。これで壊れるかどうかはもう神のみぞ知る。ってことは万が一壊れたらここの駐車場に置きっぱなしですね。動かないです。漏れなく引っ張ってもらえます。そうですね。了解しました。じゃあ行きます。はい、行ったー、行きました。フリーズウェイトですから、うん、ちょっと待ってですね。はい、でもこの間ここまで来なかったですもんね。そうです、跳ねられましたもんね、途中で。やっぱり、はい、もうあのあれですね、何でしたっけ、鍵が開けれる。そうですね、ファームウェアがアップデートできて、はいはいはい、アップデートができるようになった。はい、だってブートモードアメリカ本土にあの、ね、送ればいい、ね、送ればただでやりますよ、はいはいはい、ってことだったんですけど、うん、その1ヶ月ぐらい乗れないのが嫌で、はいはいはい、今回はこうやって、はい、ということは失敗ですね。失敗、はい、じゃ OK 押してください。もう一回行きましょう。フラッシュ、こうやって失敗することあるんですか。一回だけ私ありました。じゃあもう一回。はい。いっか。ドキドキですね。ここでいつもと一回止まって。90、91、行け。行け。92、行け。行け。あ、止まりますね。何かがダメですね。しょうがないな。何にかかります？え？ドライブトレイン障害。あ、本当にかかんないんですね。